平野紫耀、笑いのセンスと挑戦意の情熱が男女問わずファンの心をつかむ。こんにちは、読者の皆様。今回は、元キング、アンド、プリンスのメンバーであり、滝沢秀明氏が設立した新会社、株式会社とべ、トゥービーに合流した平野紫耀に焦点を当てて、そのインスタライブとファン層の増加についてお伝えいたします。平野紫耀の人気の秘密と、 男性ファンの増加について興味深い視点でご紹介します。新たなステージで輝くヒラの仕様。8月14日、ヒラの仕様は株式会社トレイの移籍後、初めてのインスタライブ制配信を行いました。わずか5分で閲覧者は約36万人を突破し、その人気ぶりを改めて印象付けました。このインスタライブには、元 V6 の三宅健史やジャニーズタレントらもサプライズ登場し、 SNS を通じて大きな話題となりました。質問箱、ファンとの直接交流の場。平野仕様の人気の背後にある重要な要素は、彼がインスタグラムのストーリーズ機能を活用して行う質問返しコーナー、質問箱です。これは、ユーザーからの質問を募集し、ストーリーズで回答するというもので、彼のファンと直接的なコミュニケーションを築く場となっています。キング、アンド、 プリンス時代には個人の SNS アカウントが存在しなかったため、このような特別な交流は大きな注目をありました。彼の即興の回答やユニークなジョークがネット上で話題を巻き起こしています。笑いのセンスと男性ファンの増加。平野紫耀は、その笑いのセンスがファン層を広げる一因となっています。通常、男性アイドルのファンは女性が中心ですが、平野の場合、 男性ファンも増えているという特筆すべきポイントがあります。男性ファンの一人である A さんは、彼のダンスの技術や筋肉、そして笑いのセンスに魅了されていることを語っています。挑戦への情熱、地元の兄貴感、男性ファンだけでなく、若い男子学生たちからも圧倒的な支持を受けている平野潮。そのパフォーマンス力や笑いのセンスに魅了された人々は多く、彼の地元の兄貴感に共感を覚えています。 若き男性ファンの一人である B さんは、彼の挑戦への姿勢と魅力的なキャラクターについて熱く語っています。ヒラ紫仕の魅力の多面性。ヒラ紫仕の魅力は、その多面性にあります。ダンスの才能、笑いのセンス、挑戦意の情熱、そしてファンとの直接的な交流が、彼をファンの心の中に位置づけています。男女を問わず、幅広い層から支持されているヒラ紫仕は、 今後もその魅力で私たちを楽しませてくれることでしょう。これからも平ラの仕の輝きに期待しましょう。